はい、今ですどこにいるかっていうと、ブルガリアのヒサレアという場所にいます。人口が1万人ぐらいの、ね、小さな町なんですけど、ヒサレアに泊まってるホテルがこちらです。これは2016年の8月の29日なんですね。まあこんな感じですね。スパクラブセントラルということで、4つ星のホテル、ブティコーテみたいな感じなんですけどね。で、今この中スパとかあります。ヒサレアっていう町は、温泉があること有名で、スパなんかがありまして、すごくいい感じのね、ところなんですけど、まあ、この周辺にもいくつかスパを併設したホテルがあってですね、まあ、多くの人々が国内外から来てます。日本人にとってもなかなか知らない方は結構いらっしゃると思うんですけど、それでもね、まあ、最近ちょっと知られてきてます。なので皆さんぜひスパとか浮き台とかヒサレアって街、ブルガリアの中部にあるんでね、お勧めいたします。